オリジナルで作ってみたいなと。これとこれの組み合わせでイメージはまだつかめないんで、やりながらイメージをつかんでいこうかなと。ですね、今日はちょっと杉山門とか河原部がちょっとデザイン的にいろいろと時間がかかっておりますので、まあ、その合間にちょっと今照明替えを早速ちょっとオリジナルで作ってみたいなと思いまして、前は灯籠を作りましたけども、やっぱり庭に関しては竹垣もそうですし、手水橋とか、まあ、典型物的なものの演出っていうのがやっぱり重要。そうですね、照明ね、何か今までの庭園と通過形でああやって何機かありますもんで、それをちょっと利用した形で、まあオリジナル的な感じで作っていこうかなと思っております。でたまたま竹垣の方で使いました、使った丸太が今この2本前から横に持ってきたやつが残ってるので、これをちょっと利用した形で作っていこうかなと思ってます。組み合わせたらどうなるかなということで、ちょっとなかなかイメージはまだつかめないんで、やりながらイメージをつかんでいこうかなと思ってます。よろしくお願いいたします。まあ、一応使うとしたらこれとこれの組み合わせでやっていこうかなと思ってます。あとは材道具としてはチェーンソーでバリバリ切っていくという感じです。それは前いろいろ我々の仕事としては伐採工事とかいろいろありますから、まあちょっと山なんだの伐採工事で出たやつを、まあ、2メーターぐらいに一応取っておくんですね。そうするといろいろと使えるんで、高越のあれの時に、まあ、3種類3つ3本持ってきたんですけど、どれにしようかなと選んだ残りです。これを加工からやってまいります。
これはあの配管、あの電気の線をこの中に入れるために、で入れて後でこれ出しちゃいます。これ一応ちょっとなんか思い切りでちょっと柄をちょっと入れていこうかなと思って。これあのこれの皮一応これで、あの傘のこれで隠しちゃうかなと。これでいくの。これさえ入れとけば後で。どんな形でも。ちょうど僕の手に入れたいと思います。
や別に。はい、完成です。一応これで完成です。まあ、これは、まあ、物自体は非常にちょっとね、端的、単独で見るとあれですけど、この径の中に収まっちゃえばいいかなっていう雰囲気のものを作りました。我々の場合はほとんどそういう、ね、形で典型物っていうやつを、その径に溶け込むような形のやつ。まあ一応このぐらいでいいかなと。いや、ちょっとポイント的にこの流れでちょっと白く溝をちょっと入れてみたんだけど、全体にちょっと白くしちゃうとなんかこう虫みたいになっちゃう。照明、はい、これをちょっとこれから配線して、まあ、自動的に明暗スイッチを入れてどっかで、それで自動点滅できるようにはしたいと思うんですけどね。あの別個にこれはつけて、これはもうあの直結でもうライトつけて、こっちの配線どっかのところでちょっと、もしくはここの裏あたりぐらいにちょっとつけて、これで完成です。お疲れ様でした。